私は謝らなければならない。私に生徒会長を託した武田虎千代に、支えてくれた生徒会に、信じてくれた学園生たちに、守りきれなかった人々に、後から読む者がいると信じ、現在の状況を書く。午前8時5分、魔物の大群がゲネシスタワーに向けて移動中であるとの報告あり、学園生だった者は戦う意思を見せているが、勝ち目がないことは分かっている。撤退を視野に戦闘準備中。そのわずかな休憩時間、シシド博士及び盾の望みを地下に隔離し、扉を塞ぎガーディアンを起動した。もう少し時間があればガーディアンの数を増やせただろうが、何かが不十分なのは生徒会長に就任した時からずっとだ。これから戦いが始まり、人類はまた敗北するだろう。みんなの前で口に出すことは許されないから、せめて自ページに正直な気持ちを書いておく。故に何かしら私に期待しているのであれば、読まないことを勧める。残酷な夢ばかりを見る。私の記憶にあるものと違い、みんなの仲がいい学園生活を送る夢、不思議な男子生徒の夢。彼のおかげで様々な戦いに勝利する夢、なんと第八次侵攻ですら退けるのだから笑える。私以外の誰か能力がある者のおかげで何もかもがうまくいくという、願望にまみれた夢だ。そのせいで目覚めるたびに絶望を感じなければならない。私はこの数年、自分で自分を苦しめている。夢だけではない。今もついてきてくれる学園生たちの目が私を苦しめている。戦えぬ者たちのすがる姿にすら苦痛を感じている。希望という言葉を背負うには非力すぎることに気づいてから長い時間が経った。私が生徒会長になったのは間違いだったのだ。だからこの撤退戦で自らの死をもって罪人水月風子を消し去る。やはり正直に書く。謝罪などではない。死んだらもう苦しまずに済む。